井野広屋12月十二日から千九百八十年五月十九日は、日本の政治家、官僚、農林大臣、拓務大臣、弾劾裁判所裁判長、衆議院議員。戦後の公職追放解除後、参議院議員、法務大臣などを務めた。兄は、満州国際広法委員長の井野栄一、東京府東京市日本橋区出身、東京改政中学、 一校、東京帝国大学卒業後、農商務省官僚となる。農林省産支局長を経て、1937年に企画庁創立に伴い企画庁次長となる。その後、農林次官に就任。1941年、この絵内閣に農林大臣として初入閣。東条内閣でも引き続き農林大臣に就任。東条内閣では、 卓務大臣も兼務した。1942年4月30日の第21回衆議院議員総選挙に出馬して初当選をした。1945年、五国同士会結成に参画。戦後、1945年9月11日に永久戦犯容疑者として逮捕されるが、その後釈放。横浜。 菅野の監獄に収容されていた際は、かやおきのりらと囲碁を楽しんだという。1945年12月1日に衆議院議員を辞職した。公職追放の解除後の1953年の第3回参議院議員通常選挙で三重県選挙区から無所属で出馬して初当選した。岸信介系の参議院議員として政界に復帰した。緑風会を経て、 1957年8月に自民党に入党した。1959年、第二次元内閣改造内閣で法務大臣に就任した。1965年、君一党随法賞を受賞した。1967年、弾劾裁判所裁判長に就任した。1972年に君一党局実大受賞を受賞した。 1971年に正界を引退した後に、工学館大学と学校法人工学館の理事長に就任した。1978年に、自助伝、もしおそう、井の広や自助伝を表した。1980年5月19日、人不全のため死去した。のぐ正像くらい。ありがとうございます。